こんにちは、ハムロックです。今日はですね、ここクロアチアドブロブニクからお送りしています。手ブレ補正をですね、ヒロ8の手ブレ補正の比較、まあ7とですね8の比較をやってみたいと思います。まずはですね、普通に8の方はブーストかけずに普通のハイパースムース 2.0、こっち側が左側が、GoPro ヒロ8です。そして、右側が GoPro ヒロ7ですね。でハイパースムース 1.0、 こっちが 2.0 です。ブーストをかけずにまずは撮ってみます。普通に、三脚に乗せて同じ条件、ほぼ同じ条件ですね、手持ちで歩きながら撮っていきたいと思います。おお、これね、ドブロブニクすごく素晴らしいところなんで、景色とかめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょっと風が強いんでね今日。じゃあとりあえず走ってみますね。はい、今走りました。もう一度じゃあ走ってみます。こっちがハイパースムース 2.0、 こっちが 1.0 です。ちょっと揺らしてみようかな。揺らした感じはどうでしょうね。今こう三脚持ってぶん投げてます。こうやってこんなもんかな。とりあえずじゃあこっちをですね、 GoPro ヒロ8の方をハイパースムース 2.0 のブーストをかけてみたいと思います。でヒロ7の方は同じく、なんだ、ハイパースムース 1.0 か、そのままで。はい、今こっちヒーロー8の方をブーストオンにしました。さっきちょっとね 4K60p で撮っちゃってたんですけど、今 4K30p で、どっちも 30p です。で行ってみます。で音はですね、普通のステレオマイク、ステレオウィンドウ設定なしのステレオ設定です。よし、これでじゃあちょっと普通にまず歩いてみて、ちょっと早歩きぐらいで、本当に三脚の足をこうやって持ってるだけなんで、まあ夜でもないので普通に歩く分にはどっちもほとんど変わりなく、手ぶれは効くと思いますけども、まあ、問題は走った時とか激しくこう揺らした時ですよね。はい、まずは歩いた感じがこんな感じです。風が強い。ちょっとじゃあこうぶん回してみますね。横縦。お、なんか画面で見る限りやっぱり8の方が、全然動かないですね。画面が7の方は結構こう揺れますね、まあ、それでも手ブレは効いてるけど、あ、やっぱブーストは全然違うな。この液晶を見てるだけでも、こんなちっちゃい液晶を見てるだけでもだいぶ差がわかる。これはそしたらじゃあダッシュをもう一回やってみましょうかね。ブーストの効き具合をちょっと見たいですね。の光で、今日曇りですけども、こんぐらいの感じで聞いてれば、まあ僕が日頃旅動画で使う分にはもう走っても大丈夫ぐらいな感じだと思うんだよな。ブーストに期待しています。もう一回、あ、疲れた。どうでしょう、まあ結果はちょっと僕も後でパソコンの方で見てみたいと思います。というわけで手ブレ補正テストやってみました。